収納ボックスとかもいっぱい売ってる。かわいい。かわいい。うん？ニコちゃんがいる。ね、クッション。めっちゃかわいい。これ欲しい。うん。ここ500円。じゃあやめる。いいよ。あとなんか一緒に見てね。一目惚れした。これかわいい。お部屋に置く。でこれ床にありそう。かわいいね。時計も安いね。500円。かわいい。おしゃれ。おしゃれ。もうみんながキラキラ。すごい。何これ、ネイル。あ、かわいいね、ネイル。結構大きめじゃない？大きいよね。もっとすごい、ラメ入りじゃん。これこの色かわいい。この色不思議ちゃんみたい。不思議ちゃん、ほら、この色不思議ちゃん。表現が。かわいい不思議ちゃん、欲しいな。緑、いいよね。いいよ、緑。緑は大事だよね。これで植物？植物。あ、すごい。これ本物だね。造花じゃなくて、水シュポシュポするやつ。こうやって、こういうの憧れるし、憧れる。こういう女子憧れる。あ、箸、いいね。かわいい。かわいい。これがいい？シンプル好きだよね、本当にね。何も書いてないけど、これでいいの？うん、それがいい。買っていく？箸欲しいんだよね。300円。この辺はお皿だね。かわいい。かわいいお皿いっぱいある。リミが好きそう、この色。ね。これ学校に持ってっていいやつ？これナプキンかな。だよね。うん、そうだね。学校に見てっていいやつ。学校に持っていけるやつだ。え、でもちょっとちっちゃくない？あ、いいんだ。大きさ合ってる。しかも 2個300円だって。これとこれがいい。これ、うん、これとこれ買ってる、うん、もうね、幼稚園から使ってるの使ってるからね。そうだ、やばいよね。やばいよね。何年使っても5年 ?6 年弁当箱かわいい。でもいらない。今はいらない、うん、あ、水筒ちっちゃくてかわいい。ちっちゃすぎじゃない、これ。これ一口飲んだら終わっちゃいそうじゃない、この水筒。かわいい。かわいい。めちゃめちゃかわいくない？かわいいけどさ、そう。いや、ここだって基本300円ショップだから。何これ、ちっちゃいよね。これ絶対一口で終わっちゃうって。かわいい。かわいいけど。ちょっと潤すときにいいかもね。これ欲しい。これ欲しい。どれ？絶対嘘でしょ。本当？あるよ、ここにいっぱい。欲しい。300円だよ。え、いつ被るんですか、それ。じゃあさっきのクリーマーさ、それ被ってさ、バレるか。こうやっていくのかも。バレるか。え、欲しい、本当に。本当に？じゃあ、綺麗なの。友達と遊ぶときにつけよう。友達ビビるよ。これ好きだから、ようこそワイヤーって参りましたね、みたいな。あ、木の食器かわいい。おしゃれ、木の食器いいよね。これに土入れたらなんてかわいいですか。2個300円だって。あ、ちっちゃいからかわいいね。こういうのかわいい。おしゃれ。見て、これ。ん？こういうおしゃれなね、食卓いいよね。憧れだね。ちょっとご飯にね、ご飯にシチューぶっかけて食べるから。そういうことばらさないの。え、でもシチューにご飯は合うの。あ、落としたよ、しんちゃん。あ、ダメよ。落とすの。うん。ありがとう。これ何？スマホ拡大レンズ。拡大じゃない、疲労拡レンズ。あれ？読めない。広角レンズ。広角レンズ。ママも買います。これ買
なにこれ、スマホ立てる、かわいい、パンダ、うわもう見てない、あ、ほんとだ、カゴ、カゴ持ってこようか、なんだパンダいっぱいになっちゃったね、すごいアクセサリーもいっぱい、ね、これとか可愛くない、あ、かわいい、かわいい、指輪に目覚めちゃったんだよね、そう、指輪に目覚めちゃった、みなさん、こんにちは、しょりちゃんのしほです。私はですね、先週に熱を出して全然外に行けずにずっと家に引きこもってて、先週の土曜日にやっと熱が下がってお出かけしてきたんですね。その時にね、こちらのお店に行ってきたので、今回はね、このお店で買ったものを紹介していきたいと思います。カウカウっていうお店です。300円ショップだね。はい、というわけで紹介していきます。イエーイ。一番上にあったものから、まあ、見てください、こちら可愛くないですか、これね、多分500円だった、そう、これ500円の商品なんですけど、本当に可愛くてね、見た瞬間一目惚れしました。こちらです、可愛いでしょ、買いました。これ日常品の用、あのやつもあるけどいいのかな、箸ですね、箸がなくて困ってました。はい。こちらの、こちらは充電器です。ここがね、ここがね、横になっててゲームとか普通に YouTube 見るときもね全然できますよってやつ。これはママ用です。やっぱりママなのか。ママのでございます。次にね、こちらのリミが買ったんですけど、充電しながら置けて見えるっていう、パンダのかわいい携帯立てるやつ、下に図が載ってるね、下に図、横でも縦でもいけるっていう、タブレットでも OK だって、かわいいですね、うん、次にね、こちら2つで、あ、2つで100円の、あ、ちょ、まじ、2つで300円のナフキンでございます。給食食べるときに引くやつでしょ。そうそうそう、給食食べるときに引くんで、そう、ね、買いました。もう幼稚園から使ってるのが多いのでね、何気に。そうなんですよ、めっちゃ可愛くないですか、すごいね、これこれ、可愛いです、長持ちしてて、そろそろ色がかなり剥げたっていうのね。そうなんです。次いきますよ、次はですね、こちらのね、スマホ広角レンズ、うんうん、読めてる、うん、スマホの広角レンズで、うん、これはしほちゃんが買ったんでしょ。これ私のです。めっちゃ良くないですかこれ。あれ、まあね、まあ、次にこちらのレインボーのアフロを買いました。なんでそれ欲しかったの。欲しかったんです。やっぱりキャラ変わったよね、それを欲しがるってところが、ボケボケ、私ボケキャラの、ボケキャラになったの、陽キャになったら欲しい、え、陽キャになった、陽キャになったの、今まで陰キャだったの。今まで陰キャだった。それどこでかぶるの。友達が家に来た時にそれかぶるの。これかぶって、うん、カモン、あいで、あいで。びっくりしちゃうよ、もう映らなくなっちゃうよ。これ鬼、鬼じゃない鬼、これ鬼みたいになってる、鬼みたいになってる、可愛くない、めっちゃ可愛い、可愛いのそれって、可愛い、大丈夫じゃん、あって写真撮ろう。次行きます、小物行きます。そうそう、私マニキュアを買いました。可愛い、これね、なんか大ぶりで可愛いよね。まあでも300円なんだけど、このピンクでキラキラで可愛いやつと不思議ちゃんみたいな色のやつ。不思議ちゃん、うん、そんなに不思議ちゃんみたいな色って何。これはいちごね、うん、いちごってイメージ、うん、あ、イメージね。こっちは不思議ちゃんってイメージ。不思議ちゃんっていう意味が分かんないけど、いい、とりあえずふわふわしてて、ふわって感じの人、大丈夫。なんか変だけどね、このおじいちゃん、とりあえずこんな感じのアニキを買いました。こちらも、あ、ラストなんですけど、こちらも小物です。あれを買いました、あれを、
あれ分けてくれたんだっけ、優しい店員さん。絡まっちゃうからじゃない？そうか、絡まっちゃうからか、うん。最近私、つけるものにハマっておりまして。つけるもの？うん。身につけるものにハマっておりまして、うん、ネックレスを買いました。こんな感じのね、こんな感じのネックレスを買いました、うん、あとこっちの袋には指輪が入っております。最近指輪にハマってんのよね。そう、ネックレス指輪にハマってて、うん、一つ目はシンプルなやつとパールが一つついてるやつ。それセット？セット。あ、セットなんだ。二連のやつ？で、こ、そう。うーん。で、こちらが、ね、キラキラのやつ。ピント合わないね、これ。合うんだ。こちら。はい、以上でなります。何それ？今笑うの？あ、見ててください、見ててください。うん、こちらの穴に、こちらを刺すと、うん、スタンドになるんです。いきますよ、うん、はい、スタンド完成。それでどうやって使うの？おお、じゃあこれちょうどスマホあったか。あのですね、こんな感じで見れるっていうわけです。これで、あ、今日もバイアンチャンネルさん面白い、あ、面白いあ、マイキーと善一だ。あ、横に持っていきます、うん、ははー、スカイピース面白いとかできるわけです。うん、ありがとうございました。グミ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 ペア、3時だおやつだ。